ね。あれ、今日はミヤちゃんと一緒じゃないんですか？今度行くデートについて何か聞かれたら面倒だから先に来た？そうですね。今日はそのために一緒に登校しようって約束してたんですし、ミヤちゃんに聞かれたら。顔が真っ赤？ええ、そんなことないですよ。着いたのはついさっきです。本当ですよ。顔が真っ赤なのは、その改めて先輩とデートできるって考えたら嬉しくなっちゃって。とにかく私のことは大丈夫ですから、そろそろ学校に向かいましょう。それにしても、デートの相談って何を話せばいいんでしょう。先輩はどうですか？どこか行きたいところありますか？ですよね。だからこうして相談してるわけですしね。普通の人たちってこういう時はどうやって決めてるんでしょうね。私の希望ですか？ありがとうございます。でも私は先輩がしたいこと優先で大丈夫です。先輩が楽しんでくれれば私も嬉しいですし、でもそうですね、私のしたいことだと、手をつなぎたいな、なんて。あ、いえ、なんでもないです。気にしないでください。なんでもしてあげるからはっきり言ってほしいだなんて。そんなこと言われたら私、その手を繋いでも。